写真拡大。巨人が29日、静岡県熱海市のホテルで球団納会を行った。挨拶に立った原辰徳監督は、坂本勇人内野手の来季主将続投を発表した。5年ぶりのリーグ制覇を果たした今季、シーズン終了後に坂本自らキャプテンを退く意向を見せたというが、私はそれを聞いた時に、その気持ちはよくわかる。日本一になってから、後に譲ろうじゃないかという話をしましたと明かした。また、選手会長も引き続き菅野智之投手が務めることも発表し、2020年の日本一という大きな目標を持って頑張っていきたいと思いますと意気込みを語った。